い、どうもこんにちは、赤字マックです。あれだけ届かねえってプリプリしてた、これはい、やっと手元にやってきたジェリープロ。いや、これ僕らしいっちゃ僕らしいんですけど、届いてから1週間以上放置するっていうね。いや、もうこれ絶対あかんパターン。ネットで買い物した場合、初期不良で即返品対応してくれるのってだいたい1週間以内なんすよ。ほんと皆様、こんなことしちゃダメ。ただこれぶっちゃけもう YouTube でもかなりたくさん動画出てるし、もう旬は完全に逃してます。でもね、僕のジェリープロ愛どれぐらいだったかっていうと、はい、これ実はいつ届くかわからなかったジェリープロのために、在庫なくなったら嫌だったんで3月の初めにケースだけ買ってたっていうね。いや、涙ぐましいっていうか、先にこのケースで小ささを体験してしまうっていうね。はい、でも本当この日を迎えるまで代理店とたくさんのトラブルがあったジェリープロ、やっと本日開封です。今回ご紹介するのはユニハーツさんのジェリープロ。聞き馴染みのない方もいらっしゃるかと思います。ざっとご説明すると、ジェリープロは昨年5月にユニハーツさんがクラウドファンディングとして出資募集を始めたところ、なんと1時間を待たずに最低目標金額3万ドルを達成した、当時世界最小と謳われためっちゃ小さいスマホです。初期入手組から待つこと半年以上、さらに今年2月には国内正規販売も開始されていたにもかかわらず、僕のは先日やっと届いたわけです。ただこれまだ気になることがあって、今現在 Amazon さんやユニハーツ公式サイトで購入した国内正規販売品の場合、漏れなく技的マーク表記があるんですけど、昨年の発売当初のものはある意味輸入品みたいなものなんで、日本独自の認証である技的マークはついてなかったんですね。その後アップデートにて電磁的表記もされたらしいんですけど、まずはそのあたりから確認していきますね。これどういうこと？なんか頼んでないものまで入ってるんですけど、やっぱり中には手紙も何も入ってませんでした。ちょっとどうしたらいいのか問い合わせします。とりあえず今回の本命はこれ。はい、このサイズ感わかりますかね。これスマホですよ。いや、箱からしてめっちゃ小さい。あ、でも裏見ると技的マークが表記されてます。なんかちょっと安心しました。はい、ちゃんと封印シールも切られてないです。それではいきますよ、せーの、オープン。箱の中から薄っぺらい箱、あ、もうちょっと見えてるんですけど避けますね。そこには日本語対応してない説明書が入ってました。そしてこれ、はい、もう見えちゃってるんですけど、いや、めっちゃ小さいですよね。はい、ちょっと取り出してみますね、せーの、きたー、うわ、ほんとちっちゃ。あ、でもこれちっちゃいけど、ちっちゃいなりにずっしりきますね。ちょっと先に内容物確認します。はい、これわかりますかね。保護フィルム自体めっちゃ小さい。で、その下には、はい、またこんな箱が出てきました。あとは充電用のマイクロ USB ケーブルと、こんなギターのピックみたいなものが入ってました。これ何かというと、ジェリープロはバッテリー脱着式なんですけど、それには裏蓋を開ける必要があります。これはその時に使う工具らしいです。はい、ここ書いてるんですけど、ここにこれを差し込んで裏蓋を開けていきます。でもね、これ開けるのめっちゃ硬いらしくて、そのあたりジジコモさんが動画出されてたんで、よかったらチェックしてみてください。はい、それではちょっと開けていきますね。いや、マジっすか。これ本当にめっちゃ開けにくいっすよ。はじめの取っかかりにはこれ必要ですけど、もうあとは爪でいった方がいいかもしれません。ほんと壊れるかと思いました。でも絶対これ開けないと、バッテリーは袋に入ったままだし、SIM カードやマイクロ SD カードもさせません。ここはかなりのマイナスポイントと言えそうです。で、バッテリー外すとこんな感じ。しっかり技的表記もありました。
これで安心して国内で使えます。そしてここがマイクロ SD カードスロット、ナノシムのスロットも2つ付いてます。いや、こんな小さいのによく詰め込んだって感じっすよね。ジェリープロなかなかすごい。もう何回も裏蓋開けたくないんで、先にシム挿しておきますね。シムカード挿すときは、このトレをまず上にずらして、引き上げると、はい、こんな感じ、蓋が開いてきます。はい、こんな感じでセットできました。バッテリーもめっちゃ小さい。はい、ちゃんとユニハースさんのロゴも入ってます。はい、こんな感じ、裏蓋閉めます。で、あともう一つ気になるのは CPU スペックについて。これ初期モデルは 1.1GHz なんですけど、国内正規品からはちょっとクロック数も上がってるらしいんですよ。多分これは新しい方だと思うんですけど、とりあえず軽く設定済ませてアップデートして、念のために技適マークの確認後、さらに CPU チェックしていきますね。はい、それではいきますよ。スイッチオン。はい、ようこそ来ました。普通に設定しただけなのに、なんかね、めっちゃ楽しい。とりあえずちょっと触ってみたんですけど、いや、こいつなかなか感触悪くないっすよ。全然ヌルヌルサクサク動いてます。はい、でこれ見えますかね？すでに 4G ボルテ来てます。ちゃんと APN 設定も OCN のものが用意されてました。気になってた CPU スペック、 1.44GHz 来ました。いや、よかった。もともと低めのエントリークラス的な CPU なんで、ちょっとの差とはいえ高い方が来たんでよかったです。それでは LTE でスピードテストしてみます。はい、やっぱりこの時間帯はあまり速度が出ないようです。ついでに Wi-Fi つないでスピードテストします。はい、こんな感じ。あんまり結果は良くないんですけど、一応これ 5GHz 帯対応、 11AC 対応ではないんですけど、このあたりはちょっと嬉しいポイントです。にしても CPU スペックあんまり高くないのに結構サクサク動くのは、ディスプレイが小さくて解像度低めだからとかあるんすかね。さすがに文字入力は快適ではないんですけど、でもね、思ったより意外と普通に使えます。あと気になるのは YouTube、 ちょっと再生してみますね。これも意外に快適。決して画質は良くないし、音もそんなに良くないんですけど、なんかこういう小さい端末で YouTube を見てるっていうね、その気分がなかなかいい感じ。いや、何言ってるかちょっとよくわかんないんですけど、なんとなく伝わりますか？はい、ケースはこんな感じ。柔らかくてマットなケースです。装着するとこんな感じ。ボタンの押し心地も悪くないです。で、今回スペック読みとかやってないんですけど、過去動画でも紹介してますんで、よかったらご覧になってみてください。ただし購入は必ずユニハーツ公式サイトか Amazon のユニハーツさんで、ここも本当重要なんでお気をつけて。ちなみに今日現在 Amazon さんでの価格はこんな感じ。売り切れてることもあるんですけど、結構補充されているイメージです。説明欄にリンク貼っときますんで、よかったらチェックしてみてください。あ、で、このジェリープロ、OS は Android 7.0 なんですけど、オレオへ OS バージョンアップ予定があるそうです。Android の場合、予定は未定でなくなっちゃうこともあるんですけど、ユニハーツさん結構頑張ってる印象あるんで、楽しみに待ちたいと思います。っていうか今回全然何もやってないんで、またしばらく使ってみたへん。その時に色々試してみたいと思います。ということで今回はやっと届いたジェリープロ開封してみたっていう動画でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。